8月13日、ミルウォーキー・ブルワーズとのアウェー戦で、大谷翔平選手が、今季36号ホームランを記録しました。5回の第3打席で、ランナーがいない状態で、力強いスイングを放ち、129メートルの飛距離で、2点を記録しました。この試合での大谷選手の対戦相手は、ブルワーズの投手、フレディ・ペラルタで、試合前の成績は、7勝6敗、防御率4.02でした。ペラルタは、過去に大谷選手と3回対戦しており、 そのすべてがフォアボールとなっています。しかし、今回は大谷選手がその機会を生かし、得点を挙げ、彼の優れた力と技術を証明しました。大谷選手は第3打席でランナーのいない状況でペラルタと対戦しました。ペラルタは3回のボール球を投げた後、外角にファストボールを投げましたが、大谷選手はそのチャンスをしっかりと捉えました。 バットの芯を外れていたにもかかわらず、大谷選手は、ボールを、レフトセンターの観客席へと、424フィート、約129メートルも飛ばし、今季36号ホームランを記録しました。このスイングの打球速度は、107マイル、約172キロに達し、バットの芯を外れたにもかかわらず、非常に印象的な速度でした。特に注目すべきは、ボールがバットを離れた瞬間に、ペラルタが結果を予感していたようだったことです。 ペラルタはボールの行方を見ることなく、その場で膝をつき、失望を隠しきれませんでした。これは今季の大谷選手の36号ホームランで119試合でこの記録を達成し、このペースでいけばシーズンで49本塁打が見込まれます。現在の調子を考えるとシーズン50本塁打の達成は十分に可能です。このホームランは観客席を揺るがし、地元の実況者も簡単せざるを得ませんでした。 バリースポーツウエストのブライアン・アンダーソン実況者はこれは驚異的な力です。3-0のカウントからホームランを記録するのは自信の証ですと称賛しました。これはまた大谷選手が3-0のカウントでホームランを記録した初めての例でもあり簡単なことではありません。分析家のビル・シュローダーもこのホームランは火の打ちどころがありません。大谷選手はボールがバットを離れた瞬間から確信しており どれだけ遠くまで飛ぶかの問題でしたと述べました。シュローダーはまた、左打者で、ここまでボールを飛ばせる選手は少なく、この一打は、大谷選手の驚異的なパワーを示すものであると強調しました。もう一つ注目すべき点は、この打撃がフルスイングではなく、適度な力でのスイングだったことです。これは、大谷選手が、通常のスイングからでも、強力なパワーを生み出す能力を、さらに際立たせています。 大谷選手が得点を記録するとすぐに SNS 上ではファンからの賞賛と興奮が爆発しました。多くの人が特にバットの先端からのスイングでこのような強力な打球が生まれたことに驚きを表明しました。ロバース監督も大谷選手を惜しみなく賞賛しました。彼はバットの先端での打撃にもかかわらず大谷選手はそれでもボールを遠くまで飛ばすことができる。これは彼の圧倒的なパワーを示している。 誰にでもできることではないと語りました。実際、スイングをコンパクトに保ち、過度な力を使わないことが重要です。140メートルの大きなホームランも魅力的ですが、コンパクトなスイングで安定して得点を積み重ねることも効果的な戦略です。緊張すると、エネルギーが目標に正しく伝わらず、体が硬直して、コントロールを失ってしまいます。また、左中間へのホームランが、しばらくぶりに戻ってきました。 バットの芯を外し、タイミングが少しずれていたにもかかわらず、大谷選手は軽いスイングでボールを129メートル飛ばしました。最近、彼は右方向に強力なホームランを打つことが多かったが、左中間が大谷選手にとって最も適した場所のようです。おそらく、これは大谷選手が注意深く観察し、最良の機会を待っていた結果でしょう。このブルワーズ戦でのホームランは、大谷選手がアメリカンファミリーフィールドで得点を記録したのは、 今回が初めてではありません。7月6日、大谷選手は、救援投手ハドソンの投球から、ホームランを記録しており、これは、今季ブルーワーズとの対戦で記録した、3本目のホームランです。大谷選手は、昨年4月30日にも、この球場でホームランを記録しており、ここでの通算ホームラン数は、2本となりました。このホームランは、得点をもたらしただけでなく、大谷選手とチームメートにとって、大きな励みとなりました。 多くの専門家は、ベッツの復帰が、大谷選手に新たなエネルギーを与え、チーム内での効果的な連携を生んだと考えています。大谷選手と、ベッツが同時にフィールドに立つと、彼らは強力なコンビネーションを生み出し、大谷選手のホームランが、その明確な証拠となりました。今日の試合では、怪我で欠場していた、ベッツが復帰し、すぐに大谷選手と共に、攻撃力を発揮しました。両者は、バッターボックスに5回立ち、その結果は、非常に印象的でした。 ベッツは正確に得点を挙げ、大谷選手は優れたスピードと技術で盗塁を成功させました。特にベッツはタイミングの良い打撃を見せ、大谷選手が容易に得点するのを助けました。この二人のスター選手の連携プレーは相手にとって大きな脅威となり、大谷選手とベッツが続けて打席に立つことでドジャースが得点する機会が非常に高まります。大谷選手が意図的にフォアボールを受けた場面では、 すぐに盗塁を成功させ、ベッツが攻撃を続けて得点するチャンスを作り出しました。この試合で、大谷選手は、今季33回目の盗塁を記録し、成功率は89.2%に達しました。これにより、大谷選手の打撃力だけでなく、盗塁技術も卓越していることが示されています。ベッツが大谷選手の後ろにいることで、相手はこのコンビに対して、より慎重にならざるを得なくなり、どんなミスでも、失点につながる可能性があります。 大谷選手が次々と盗塁を決めることでチームの得点力を高めるだけでなく相手の守備陣に大きなプレッシャーをかけています大谷選手が盗塁の可能性を持っていると知っているため相手は投球に慎重にならざるを得ずそれがドジャースにとってさらに得点機会を増やすことになります多くのファンは打順の合理的な配置がドジャースに良い結果をもたらしたと考えていますあるファンはこの打順は本当に理にかなっています 大谷選手は、ランナーがいれば、自由に打つことができ、もし意図的にフォアボールを出された場合でも、すぐに盗塁できますと述べました。大谷選手の後ろには、重要な場面で強いベッツがいます。ベッツが得点できない場合でも、フリーマンが控えています。その間、ピッチャーとして、カーショーが確実に抑えています。この配置なら、試合は完璧に進み、負けることはないでしょう。 大谷選手が3試合連続で無得点だった中で36号ホームランを記録したことは重要な転機となりました。この打撃を行う前に大谷選手は打率が3割を下回りチームがシーズンの緊迫した局面に直面している中で多くのプレッシャーにさらされていました。今月の打率は9試合でわずか0.179にとどまり4月5日以来初めて打率が3割を下回りました。 しかし、このホームランは、大谷選手が徐々に調子を取り戻し、シーズンの残りをギアアップしていく兆候かもしれません。このホームランは、大谷選手がその困難を乗り越えつつあることを示しています。多くの困難に直面しながらも、大谷選手は依然として、印象的な成績を維持しています。試合前に、彼は35本のホームランを記録し、ナショナルリーグのランキングで首位に立ち、85打点と32盗塁で、リーグ全体で3位に位置しています。 この調子を維持すれば、大谷選手は40、40、40本類だと40盗塁の達成も十分に可能です。さらに、大谷選手は MLB の歴史の中でさらに珍しい45、45を達成する可能性もあります。過去のシーズンを振り返ると、大谷選手のホームラン記録には明らかな進歩が見られます。2018年には22本類だ。2019年には18本類だ。そして、COVID-19 のパンデミックの影響で短縮された。 2020年には7本塁打を記録しました。しかし、2021年以降、大谷選手は46本塁打、2021年、34本塁打、2022年、そして今季は36本塁打を記録し、力強い進化を遂げました。調子が良い時もあれば、悪い時もあるのは当然です。おそらく、大谷選手は今、困難な時期を迎えているのでしょうが、彼がそれを乗り越えて、素晴らしいパフォーマンスを取り戻すことを願っています。 私たちが彼の卓越したパフォーマンスに慣れているために大谷選手が不調と言われてしまうのです。しかし今最も重要なのはチームがプレイオフに進出することです。個人タイトルの争いはチームが次のラウンドに進出することが確定してからでも遅くはありません。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。